はい、どうも、靴紐です。前のお仕事でき。ありがとうございます。ってことだね。バブルフィードの神殿に気をやってきます。ポテトマスターにしかわからない。このスナックの名前わかるかなあ、ポテト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 と。皆さん、ポテトマスターですかあれはですね。あんまりポテト、ポテトチップスは違うのか。スナック菓子っていうのか。スナック菓子あんま食べないですね。 うん、いや、本当は、あのー、頻繁に摂取したいんですけど、ちょっと鼻かゆい。あのー、ポテトチップス系の、まあだからスナック菓子ってさ、あの、大袋の中に、ごっそり入ってるじゃないですか、ごっそり。だから、わいが最近よく摂取する、そのカントリーマームみたいに、 カントリーマームみたいに個別放送されてないんですよね。うん、だから開けると、なんかこう全部食べなきゃみたいな。うん、食べきらなきゃみたいな風な、うんそういうと気持ちになっちゃうんですよね。まあその料理用の、なんか、ジップロックっていうのかな。あの酸化防止の,あの密封できるやつみたいなものを所有してらっしゃる方は、まああれでね、うん、まあ、鮮度、ポテトチップスの鮮度を保つと、 もうだから、取れたてのポテトチップスっていう状態を維持できると思うんですけど、うちそういう、あの、いけてる料理グッズないんで、だから、あの、ゴムで口縛るぐらいのでもそんなんじゃさ、ダメじゃん。衛生的にも、まあね、ねあれじゃん。だから、あの、んまポテトチップス食べる機会がないんですよね。本当は食べたい。うん。あの、スーパーとかコンビニとかでポテトチップス売り場の前で指、指わえて、指ペロペロしながら見てるよ。でも、 食べる機会はないっすね。だから、超ごく稀に、あのー、食べる機会に恵まれた時は、本当にね、もうね、う目ちばしらしながらね、がついてますね。スナック。なんだうま、なん,であんだんうまいんだろうね、スナックってね。ポテトは好きですか抽象的。選ばれしポテトマスターにしか解けないクイズで。選ばれしポテトマスター。 ポテトマスター、靴紐なぁ、やっていく。このポテトは何ん札幌ポテト、バーベキュー味、ポテトスナックそのまんまポテト、あぁはーんはーんははえー、これは、うーん、どれだろうなぁ。ポテトスナック、そのまんまポテト、そのまんまじゃないよな、見た目的にな。 札幌ポポテト、バーベキュー味じゃないなんかそんな気がする。なそうだよ、そうだよ、そうだよ、そうだよ。ポテトマスターの、のポテトマスター、靴ひもなこのポテトは何これマックのフライドポテト。違った。じゃがりこ、た,たらこ、バター、じゃがりこ、じゃがバター、じゃがりこ、いや、どれもじゃがバターじゃないか、じゃ,じゃがりこじゃねえかよ。 タラコバターかジャガバターかチーズ。えー。でもなんかはい、なんかオレンジ色のさ、ブツブツが入ってるよね。ブツブツじゃない、つぶつぶだ。<laughs> これは、タラコなのか、ジャガバターなのか、チーズなのか。なんかチーズっぽくねうーん。チーズ。なぁほら。 やば。このポテトは何あ、これでマックのフライドポテトなポテトスナック、片揚げポテト。ジャガービー、薄塩味。えポテトスナックって感じではなくない片揚げポテト。うーん。ジャガービー、薄塩。片揚げポテトじゃないシャーおー。マジか。 これ美味しそうだね。ジャガービー。薄塩味。うん。なんか一時期、なんだっけ、ジャガリコとかっていう、こんな感じのやつに、なんか湯を入れ、お湯を入れて、なんかスプーンでこう潰すと、なんかポテトサラダになるとかっていうのが、なんか JK の間で流行ってるっていうのを、Twitter で見かけましたね。JK。あ、あれだぞ。常識的に考えてじゃないっすよ、ここは。ここは、常識的に考えてじゃなくて、あの、女子高生な。 うん。まあ、いいや。このポテトは何ななんかさっきの、ジャガービーよりも、ちょっとお菓子っぽさが増してますね。じゃがりこサラダ、札幌ポテト、つぶつぶベジタブル、スティックポテト、のり塩。いや、のりかかってなくねうん。だから、じゃがりこサラダか札幌ポテト、つぶつぶベジタブル、ベジタブルのつぶつぶが入ってるから、つぶつぶベジタブル、札幌ポテトにしよう。うぅー。 7種の野菜。マジか。セブンベジタブルズな。このポテトは何いや、マックのフライドポテトやろう。ジャガービー。ポテロング。ジャガーポック。あ、ジャガービーでさっきあったし、ポテロングじゃないこれロングだよ。長いじゃん、これな。うん。ポテロング。うえなんか、ジャガリコっぽいやつっていっぱいありますね。間違って買っちゃいそうやな。このポテトは何あ、これポテトチップスやん。 プリングルス、えー、サワークリームオニオン、スッパムーチョチップス、サッパリビネガー味、チップスターコンソメ。チップスターコンソメじゃないあ、違うわ。プリングルス、サワークリームオニオン、これ見た目でめ判断するの難くないかこのポテト何あ、これポテトチップスだわ。カルビー、ポテトチップス、薄塩味、濃いケア、ポテトチップス、薄塩味。よ、カルビーだろ。 二択や。うえ。なこのポテトは何チップスター寿司を。プリングルス寿司を。うーん。プリングルスじゃない違ったで。チップスターとプリングルスって見た目で区別できなくないかなんかコツとかあるんですかねこのポテトの、あ、海りがかかってますね。カルビーパトチップスのレジオ。小指パトチップスのレジオ。カルビー。 カルビー、ポトチップス、幸せバター、小池屋、ポトチップス、ガーリック。海苔塩でしょ、これ。海苔かかってるから。カルビーか、小池屋か。カルビーじゃないえ幸せバターなのこの、どう見たって海苔かかってんのにうわ。やられたわ。上級者向けだ、今のは。最後に難しいやつだこれ当てられた人はね、マジモンの、 ポテトマスターだわ。9問中5問正解。普通のポテトが好きな人。ポテトは好きだけど、ホッホッのポテトが好きなあなた。でもたまに食べるチップスは別格ですよね。ああ、普通のポテトが好きな靴紐か。いややっぱりね、ポテトチップスの経験が少ない。うん。2話か靴紐っていうのがバレちゃいました。やっぱバカず踏んでないからね。 やっぱりもっといろんなポテトに触れて、摂取して、あの、ポテトチップスを語れるような男にならないと、まあ、YouTube でも成功できないかもしれないですね。うん。ポテト、ポテトも語れねえ男が、お前 YouTube でバズれるわけがないかもしれないもんな。消えーいうってことでね、普通のポテトが好きな人、靴紐からお送りしました。最後までご視聴いただき、 ありがとうございました。では…